日々の指針、12日の指針。突然、不安や息苦しさや虚しさがあなたを襲ってきたとしても、何もあなたはそれに対して気に留めることはない。恐れることもない。まして、抵抗するなんてナンセンスである。ただ、心素直に過去の消えていく姿としてさらっと受け流してしまいなさい。一瞬、心の中を通過してゆく過去の出来事のカスに過ぎないのである。それに対して、まともに真剣に取り組もうとするから、ことは大きく複雑化してしまうのである。消えていく姿と世界平和の祈りが本当に分かった人は、心から幸せな人である。